ホイト・アクストンはアメリカ合衆国の歌手、ソングライター、俳優である。1938年、オクラホマ州、ダンカンに生まれる。父親のジョン・トーマスは、フットボールのコーチをしており、母親の名ボーレン・アクストンは、音楽業界人として知られ、トミー・ガーデンらと共に、エルビス・プレスリーのヒット曲として知られる、ハートブレイクホテルを共同で手掛けたことで有名。 1956年に地元の高校を卒業後、オクラホマ州立大学へ進学。しかし、同大学は卒業はしておらず、少し在籍してから従軍していた父親の影響もあり、アメリカ海軍の航空母艦レンジャーの隊員となった。海軍を退役後は、サンフランシスコのナイトクラブなどでフォークソング歌手としてキャリアをスタートさせている。 1960年代初頭、最初のフォークソングアルバム、ザ・バラディアを発表。それから70年代、80年代にかけて、数々の曲を発表し、そのうちのいくつかはヒットを記録して歌手そして、ソングライターとして世間に認知された。これまで携わった曲、もしくは制作した曲が映画に使われたことも少なくない。歌手以外でも俳優としても活動しており、 特に彼の俳優としてのキャリアで知られているのは、ジョーダンテ監督のグレムリンで演じたザック・ギャリガン演じる主人公、ビリーの父親役。冒頭に中華街でも具合を強引に買い、すべての元凶のきっかけの役柄でもあった。1989年の俺たちは天使じゃないでは、ロバート・デ・ニーロ、ショーン・ペンなどラとも共演を果たした。これまで4度の結婚歴があり、 二度目の結婚で三人、三度目の結婚で一人の子供を設けている。ありがとうございます。